はい、ミンゴルファー木村です。今日は7月の11日の木曜日ですね。現状3928位ということで、スコアの状況はね、こんな感じです。2回ね、チップが取れまして、17アンダーまで来ております。まあ予想通りね、やっぱり18アンダーに持っていかないと3000以内がね、難しいというような1週間ですね。まあ超デカカップのパターンですよね。はい、あと10分でね、もう1枚チケットを回復するんですけど、まあひとまず1回やっていきまして、また時間を置いてもう1回やって、まあアップしようかなと思います。まあ昼休みの時間を使ってやってるんでね、まあ2回やれればなというようなところです。さあ、もうね、ここの戦い方はね、最近こうしてます。真ん中あたりで祝砲です。はい。そして、なるべくね、遠くに飛ばします。もうベストドライブのね、ポイントを稼ぐために、どっちにしてもね、ホールインワン取れませんからね、このホール。カップにも寄らないんで、だったらですね、ボーナスポイントを伸ばそうということで、まあ、ちょっとリスクはあるんですけどね、こういう感じで、今22メーター、ちょっとね、これ飛ばしすぎちゃったんですけど、まあ、このくらいを伸ばしてですね、ねじ込むということです。フックが強めなんで、ちょっと右にずらしまして、そうですね、このくらいで、20センチ上げ、ちょっと強めにいきます。どうだ？届いてください。あ、問題ないですね。はい。まあ、超デカカップなんでやれる技と言いますかね。まあ、方法なんですけどね。これで間違いなく、ベストドライブは取れると思います。そして、ベストパッド等々もね、取れると思うんで、ジャストインパクトも今、まあまあできていたはずなので、うまいこといけばね、結構ボーナスポイントは乗っかるんじゃないかなと。思います。まあ、この段階で今5500のボーナスポイントですけどね。これまあ高い方だと思いますんで、まあ、これにさらにね、ホールボーナスが入ってこれば8000ぐらいまでね、行く時もあったりしますんで。まあ、ちょっとね、ずる技ではありますけどね。まあ、ボーナスポイントを少しでも伸ばして、そしてね、セカンドホールとサードホールでチップインでの高いボーナスポイントで、スコアを作っていくというようなね、やり方を昨日ぐらいからね、始めております。昨日はセカンドホールでホールインワンが出たのか。うん、その時もこのやり方でやっていましたね。ボーナスポイントもまあまあ高い結果でしたね。まあロングパッドにね、自信がある方はこういうやり方もありじゃないかなと思います。お、3つ取れましたね。いいですね。8000は超えるんじゃないかな。いいですね。8659ということで、最初のホールの段階で9センチ近いね、ボーナスポイントまで持っていけてますんでね。霊砲を使わずにですからね。そしてここで霊砲です。まあ今ピンが左奥でしたので、まあちょい弱めぐらいでいいはずです。どうだ？ブレは左だったか。左にブレてたら間違いなくダメですね。まあ距離はね、まあまあ硬いですね。さあ、くるくる。ああ、ずれてしまいましたね。残念。さあ、しっかりとジャスインしまして、はい、バディです。お、松山秀樹さんっていう方も一緒に回ってますね。松山秀樹さん何人いるんですかね。石川亮さんとか松山秀樹さんとか結構見かけますんでね。同じ名前の方が何名もいるんじゃないかなと思いますね。さあ、最後のホール向かいます。そして、ここですよね。ここね、未だにまだね、どうやろうか迷ってるんですよね。こっちに打とうか。まあ、ひとまず、こちらの方で、いつものやり方でまずやっていこうかなと思います。次はね、ちょっと左側に打っていくっていうやり方もね、試してみようかなと思いますけど、左側に打っていくというやり方も、練習ではまあ、まあまあいい結果は出てたんでね。ただちょっとやっぱりリスクがあるんですよね、この木に。当たらないように打たなきゃいけないんでね。これも危ないですからね、ボールの左、ボールのね、右打ちで、霊砲でやっていきます。ジャスインしろ。うわー、失敗。さあさあ、うわー、ボールの右打ちしたんですけど、左に行ってますんでね、これはブレも多分あるでしょう。まあ、ちょっとつま先上がりだったというのもありますけどね。まあ、右打ちをするからあんまり変えなかったというのが裏目に出てしまったということか。ですね。はい、5アンダーで終了ですね。
まあ、ひとまずね、最初のホールでのボーナスポイントアップっていうところをね、まあ、今回一発目の動画でやってみましたけどね。ただ、ピンの位置が狙える位置、まあ、ホールインワンがね、狙える位置であれば、ピンが左側ですよね、にあれば、まあ、祝砲でホールインワン狙いをね、最初のホールやっていこうと思うんですけど、もうピンがもう右の方にある場合は、ロングパットで狙うという風なやり方でやっていっております。はい、1位で終了ですね。まあ、これはボーナスポイント伸ばしをしたおかげではありますけど、はい、お疲れちゃんです。さあ、このボーナスポイントがランクインするのか、あ、しましたね。3番目に入りまして、順位が58の上昇の3870ということです。まあ、もうワンチップ取らないとね、話になりませんね。さあ、チケットがね、回復しましたんで、もう一回ね、やっていきたいと思います。お計算発見ですね。まあ、今ね、ちょっとフレンドの枠にはね、おりませんけども、2位なんですね。いやはや。素晴らしいですね。相変わらず計算うまいです。強いですよね。さあ、ということで、よろしく。あ、ピンが左ですね。ここはね、狙っていきます。祝砲で、ホールインワンを狙っていきます。ジャストインパクトをしました。よしよしよし。さあどうでしょう。あー、曲がりが、あー、曲がりが弱い。左ブレということですかね。おそらく右にあれだけずらして左にこれだけずれてますからね。左ブレが出てると思われます。はい、最初のホールイーグルです。さすがにね、この最初のホールでホールインワン取ってる方は今のところ遭遇していないですけど、セカンドホールはまあまあホールインワン出してる方と一緒にね、プレイすることが多くなってきましたね。私も1回は出てますけど、多い時だとね、同じパーティーで2、3人セカンドホール、または最後のホールでね、ホールインワンとかアルバトロスを取ってってるっていうね、まあ状況なんでね、だんだん慣れてくる時期でもありますしね。まあ、木曜日からはおそらくね、ペアリングも条件は変わりましてね、自分の順位、状況に応じて、まあ、似たような方々とね、一緒に回るということなんでね。はい、二つホールボーナス取れましたね。さ、5位ということです。左ブレがね、出てましたんでね。それもちょっと考えながら、右にちょっと多めにずらしまして、はい、このくらいで、礼砲ですね。狙っていきます。押し出しにした。そうですね、右。あれ、今、右ブレだった。ホーリーガン、こういうことですよ。あれ、今、右ブレでしたね。あれ右ブレなのか。まあまあまあ、いいところですけども。おー、計算惜しい。あれ、左ブレだと思ってたら、右ブレ出てましたね。いやいやいや。ブレのね、計算方法がまだまだわからないですね。さあ、最後のホールに向かいます。さあ、今度はね、左側にね、打っていこうと思います。祝砲で、ファーストカットあたりをね、狙って打っていきます。さあ、そうですね、右ブレだったんですね。そして、ここですね、霊砲で、つま先上がりなんですけどね、落ちてから右に跳ねますんで、そのまんまでね、打ってみたいと思います。3番ウッドです。3番ウッドで気持ち弱めですね。気持ち弱めぐらいで、よし、打線した。さあ、いいですね。このくらいだと、どうだ、当たれ、うっ惜しい。惜しいな、当たったらライジングだったのに。はい。まあね、こういうやり方で、やっていった方が、なんとなくね、ここのホールで、チップインが取れやすいんじゃないかなと、ちょっと思ってね。あと残り、週末に向けてね、ここはもうこのやり方でやっていこうかなと思います。ただね、ウッドで打ってってますんでね。あ、はい、お疲れ様です。あ、間違えた。間違えてよろしくって言っちゃった。違えてしまった。あ、打てない。あ、お疲れ様が打てない。はい、計算、お疲れ様でございました。はい、ということでね、5位ということでしたけどもね、まあ一緒に回ってる方ね、上手い方ばかりですからね。はい、お疲れちゃんでーす。はい、まあということでね、あと残り4日間ですけどもね、ランキングトーナメント楽しんでやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきむらでした。